小学校卒業したら100キロになってました、僕は。ほぼレジアイスだった俺。ボブサップ今今日始めたんですか、はい、ボブサップキャラの声エロ言ってみてよカルビ。はっはーっ押さないといけない。レディしてレディして。どうもキリト140キロです。アスナを守りにここに来ました。フルダイブ。え、ガチガチで140キロなの？そんぐらい、そこら辺うろうろしてる、最近。すごい、すごいな。100キロ超えるのがもう才能って言わん？いやもう才能とか。俺も食っても100キロは超える気がしない。ない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 。小学校卒業したら100キロになってました、僕は。え、小学校卒業で100キロ超えてたの？そうだよ、小学校卒業で100キロ、中1で110、中2120、中3130、高1140、高2150で、高3で165まで行った。コグマぐらいはあるやん。コグマ。だいたいね、あのあれだった、体重と身長はあのほぼレジアイスだった俺。すげー。レジアイスと身長どれくらいあるの？身長185。180がでかっ。メテオストライク。ねえ違う。オールフォーワンにしか聞こえんもん。オールフォーワンはまた違うんだよ、M くん。え、オールフォーワンやってよ。オールフォーワン、また誰も助けなかったね。うわ、すごいすごい。テンション上がる。僕と行こう、しがない。めっちゃ似てる。オールフォーワンいる。個性強制発動、君は戦い続けろ、しがないと。あだね、守りからだね。引き抜け、抜けていいか、オールフォーワンで。よろしくお願いします。ねカルビ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もプロジェクト F よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し訳ないんですけど、ちょっとアップデートがあります。それすぐ終わるんです。ちょっとすいませんね。すげえな、もう喋るだけで大爆笑じゃん、もう最強じゃん。誰もかなわねえよ、もう。マリキも見るだけで大爆笑だよ。いや、俺だってふざけんなよ。俺だけなんかバカにされてんだよ、俺だけ。人の見た目をバカにしちゃいけませんっていう教育を受けずにここまで来たからね。いきなりナイフ刺すんだ。違うよ、アリケンはむしろバカにしないといけない義務。義務バカ。え、バラライカ。ボブサップ今今日始めたんですか、はい、ボブサップ。お前敬語となんかお前どっちかにしろよ、お前。つけるでしょ。逆だろ普通。今日始めました、今日始めました。だけど俺カルビさんとさ初めてかなって思ったんですけど、はい、ディスコードの音量調整されてるから多分初めてではないんですよね。え、なんかカルビさ俺 200% なんだけど、ちっちゃいけど俺だけ。俺も 200% にしてますね。ちっちゃい。カルビ声ちっちゃいね。ちっちゃいよね。なんでだ。マイクに近づいてみてくださいよ。もっと近づくね。ねえ、今ねこれ近づいてたの分かってたな。分かった。ゼロ距離。適当に合ってるな。え、ちょっと見てやんのスキンかっこよ。え、見た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 。見てややめて。かっこよ。みんな耳てやじゃないの？てやじゃない、たやね、たや。あ、たやなの？てややめて。てやじゃないのあれ？たやじゃない、たや、たや。そう、てやなんだ。いや、違う。たやなってだから。うわ、後ろか。キャラの声エロ。え？ね、エロいよね、キャラの声これ。言ってみてよ、カルビ。はっはー。大丈夫？確かにエロいかもな。こんな感じだったよね。さすがにカルビさんもエロさあったよ、そうね、今の。かなりエロかったよ。カルビがエロくないみたいな、やめろよ。よかったよかった。普段からエロいよね。お前、おじさんリスナーが今喜んどるぞ、お前。普段からエロいよ。でも意味わかんねえよ、カルビ。普段からエロエロだよ。ふざけてる。なんなんお前は、もうどうなりたいね、最終的に。何を目指して配信してる。キャラがブレブレなんだよ、お前。女性は常にエロくあり続けなきゃ、やっぱりね、ミミティアティアじゃないって。ティアタヤなんだって、タヤティアやめて。